今日は100円ショップダイソーで購入した商品の紹介。皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今日は100円ショップダイソーのこちらの商品をご紹介するんですが、こちらは前のね動画で赤いもの縛りというので買い物をしたんですけども、そちらで購入したものを今回ご紹介していきます。でね、15個購入しました。赤いもの縛りっていうのを初めてやったんですけど、いや意外にその色分けてると本当難しくて、あと10分間買ったんですけど難しかったです。でもとっても楽しかったです。で、ね、今回いつもよりも多めの15個買いました。ということで早速ご紹介していきましょう。はい、それでは紹介していきますね。今日はね、なんかめっちゃ15個もあるのでちょっとさっさと紹介していきます。まず1つ目はこちら。はい、お菓子。これもねパッケージが本当に赤、あとで中身もちょっとオレンジっぽいけど赤っぽいって感じはい、こちらですね。え、これなんだっけ。あ、キャラメルコーンです。これちっちゃい頃めっちゃ食べてた。このキャラメルコーンの中にピーナッツが入ってるらしいです。で、これこちら買いました。商品紹介は無理ですねはい、こんな感じでした。これは後でゆっくり食べます。続いてはこちら。はい、こちらは冬用に使おうかなと思ってるんですけど、シェルポーチ、うさぎのやつですね。これかわいい。こちら200円でした。耳がとってもかわいいですね。ほら、かわいいうさぎの顔が。で、まあ開けるとこんな感じになってて、結構広いので化粧ポーチとか、あんま私化粧しないので、なんかチークとかリップ一つとかハンドクリームとかを入れようかなと思います。あのね、冬はね肌乾燥しちゃうから入れときます。見て、ここハートかわいい。はい、こんな感じでした。次、続いてはこちら。はい、シャイリングなんちゃらかんちゃらハンドタオル。なんて読むのこれ、漢字が読めないな。シャーリング刺繍ハンドタオルパンダです。これさ、普通にタオルとして使おうかなと思って買いました。これこの刺繍かわいいよね、パンダので。ちょっと中見てみましょう、ちゃんとね。はい、こんな感じです。とってもかわいいですね。こうやって引いといてもかわいいんじゃないの、ほらはい、こんな感じでした。次、続いてはちょっと2個一気に紹介しますね。はい、こちら。はい、こちらはグリコプリッツ、プリッツですね。これはね、あのムックの柄がボンってここにあったから、あと箱も赤だしということで買いました。でも中はね赤じゃないからはい、こちらですね。プリッツ大好き。こんな感じでした。次はこちら、ババン、豚麺。赤だよね。あと豚もピンクだしということでギリギリセーフ。あ、上か。あ、でもまあここ赤なんでいい、よしとしましょう。で、この豚麺とプリッツ2つで100円でした。はい、こんな感じでした。これはおやつとかで食べようかな次、続いては、はい、こちら。はい、こちらは筆箱です。可愛くない、これ。こちらホログラムペンケース A だって。で、ちょっと開けますね。中はこんな感じです。すごいね、キラキラしてて可愛いです。でね、ここにね、なんだっけ、そうだ、人手がついています。可愛い。はい、こんな感じでした。なんか最近の100均の筆箱がすごい。続いてはこちら。これは巨大ペン型筆箱です。筆箱2個も買っちゃったよ。はい、こんな感じです。鉛筆の中を開けると鉛筆みたいなね。結構これ広いんだよね。でもさ、これ学校とかに持ってったらさ、結構ランドセルのスペース使うよねあと引き出しとかそういうのに入れられないよねこんな感じですね。可愛くない。これはもうほとんど赤だから OK はい、こんな感じでした。じゃあ次、続いてはこちら。はい、ババン。こちらは何これ。はい、こちらは巾着です。これね、もう
もうめっちゃ赤でしょ。ちょっと開けるね、絶対ね。タグ取るね。はい、こんな感じです。これスニーカーなんだよ、可愛くない？で、他の色もありましたが、赤縛りということで赤ですね。はい、こんな感じです。可愛い。これは普通に可愛いよね。変えてよかった。はい、こんな感じでした。次、続いてはこちら。こちらはマスカットパスケースです。可愛くない？これずっと欲しかったんだけど、200円だったから買えなかったけど、今回買えてよかったです。こんな感じですね。で、ここがちっちゃいポーチになってます。じゃあ私はあのバレエ行くときに、あの電車で行くので、その時にこれ入れます、ここの中に。はい、こんな感じでした。次、続いては、はい、こちら。こちらはヘアバンド、なんつった、ヘアバンドです。これリボンの可愛くない？ヘアバンドね、今私ね、これ合わせないで2つ持ってます。猫ちゃんのと、あと、なんかレインボーのやつ持ってます。で、ちょっとこれ開けますね。これはリボンですね。はい、こんな感じです。可愛くない？これリボンのやつ、ちょっと頭つけてみるね。あ、楽、めっちゃ楽。はい、つけられました。こんな感じです。可愛くない？大きいリボンで、お、可愛い。しかも楽、とっても。こんな感じですね。いいね、これずっとつけてよ。はい、こんな感じでした。はい、続いてはこちら、めっちゃ赤のボールペンです。見て、これすごくない？これバネ、バネ、バネ、バネがここについてるから、めっちゃハートが動く。こんな感じのペンですね。こうやって書く。めっちゃ跳ねるやん。こんな感じで、めっちゃボンボンです。ボンボンがついてます。ボールペンです。はい、こんな感じでした。ビョン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 。はい、続いてはこちら。こちらはですね、クリームチーク&リップです。あ、これもリップなんだ。へー、これね、私チークだと思って買ったら、チークとリップだって。すごくない？これで、めっちゃ色いいの。ちょっと開けてみるね。はい、こんな感じです。てか、ここのハートも可愛いよね。こんな感じです。いい色、いい色。はい、こんな感じでした。後でつけます。はい、続いてはこちら。こちら、缶ジュースジェル。缶ジュースの中に入ってスライムですね。で、ちょっとあの触っていきましょう。開けますね。はい、あ、可愛くない？あ、まだあった、まだあった、まだあった。下すごい。下すごい。ほら、すごい。めっちゃリアル。じゃあ開けますね。せーの、はい。え、満パンすぎない？めっちゃ満パン。ちょっと取り出しますね。あ、匂いがなんかスースーしたね。てか、これ香り付きって書いてあったね、買ったんですけど、何の匂い、これちょっと分かんない。はい、どうぞ。困る。変えたことある？ある。何だろう、なんかあのラムネのお菓子みたいな匂いじゃない？はあ、はいはい。あ、綺麗にラメ取れた。ラメのところ、この独特な匂いっていうか、よし、取れた。あ、量多いね。こんな感じ、ラメが入ってます。で、固めですね。おお、これはいいね、スライム。で、スライム1個ぐらいは欲しかったんで、よかったです。あと、これ見たことないやつ。おお、すごい。めっちゃクリア、伸ばすと。あ、音いいね。あ、なんかぐちゃってあった瞬間、匂いがふわってきた。はい、こんな感じでした。続いてはこちら。はい、ガラスタイルです。こちらはね、図工でね、あの前使ってめっちゃ良かったんで、もう一個買いました。はい、スライムがついてました。でね、いろんな色があったんですけど、今回赤いもの縛りということで、ピンク色が多めのやつ買ってきました。じゃあちょっと開けて見てみましょう。ちゃんとピンク色がいっぱい入ってるのが、これほんとね、なんか図工のね、工作っていうかね、めっちゃ良かったです。
あと自分で家でね工作することがとっても多いので、その時ね使いたいと思います。うん、はいはいはい、だよ、はいよ、オッケー。何がまだ出るのね。開いたー、やっと開いた。はい、こんな感じですね。やっと開いたよ。待って、これ反対じゃないの、開けんのこれ多分。はい、じゃあちゃんと赤なのか、赤っていうかピンク色なのか見ていきましょう。うん、オッケー、大丈夫。うん、オッケーですね。全部ピンクっぽいですね。開けるのに一番時間がかかってるっていうね、面白いね、やばいね。これはまずこうに使います。もうね、裏が見えちゃうからね、白が。はい、こんな感じです。ちょっと見にくいかな。これさ、なんか DIY の時用にちょっと残しとこう。なんかね、DIY しようかなと思ってるんですけど、なんか思いつかなくて、なんか作ってほしいものあったらコメント欄に書いてください。はい、で次ラストです。ラストは、はい、こちら、ドドン、リップです。シアーなツヤ感ぷっくりリップグロスということでね、はい、こちらです。ピーチって色ですね。私ね、この種類1個持ってんだよ。これ前ママが買ってきてくれたものなんですけどね、同じ種類買ってよかったです。これキティちゃんと今コラボしてるやつですね。これロットっていう色らしいです。はい、じゃあピーチ開けていきます。いい色。このね、パッケージもちょっとピンクっぽいからね、いいよね。はい、こんな感じです。おお、すごい綺麗。こんな感じの色です。美容系 YouTuber さんがやってるやつ、肌にこうつけるやつ、わかる？あ、下手くそ。こんな感じ、色はね、こっちと比べてみるとね、全然違うと思うんだよね。まずこれで違うでしょ、全然。はい、こっちが、あ、こっちがこれで、あ、これね、このもともと持ってた色で、反対側、こっちは今回買ったものなんですけど、ま、前から持ってるのはピンクが強いですね。ということで今回結構赤のやつ変えてよかったです。こんな感じでした。はい、ということで今回は100円ショップダイソーで購入した商品をご紹介しました。ということでね、今回は赤いもの縛りで購入しましたが、青縛りとか青系縛りとかやってみたいなと思ってます。またやってほしいと思ったらグッドボタンよろしくね。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッター、インスタグラム、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。